ゆかりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、名古屋ドームでの10連戦もいよいよ中盤です。試合前のオープニングダンスの勢いをつけるために、おとといから18人全員で踊っています。オープニングダンスにも注目してみてください。みんなで名古屋ドームを盛り上げて、ドラゴンズを優勝に導きましょう。はい。そして花金小劇場も今日で3日目です。昨日に引き続き質問コーナー Q&A があります。こちらも楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは早速行ってみましょう。花金小劇場スタート。はい、今日はこ
最初は花婦から。あ、マイクがいますね。失礼しました。はい、まずは最初花婦に質問です。ペンネームユディさん、やっとがめさんからいただきました。他球団で好きな選手っていますかということです。たくさん選手がね、ナウェイドームにも来ますけども、他球団で好きな選手はいますか。そうですね、あまり他球団の選手と、接したり会う機会もなかなかないんですが、私はオールスターの時にそこそお会いした選手で、はい、楽天の田中将大投手が、理由はなんかあります、名古屋ドームでの、一番最初にオールスターでやったフラッグの時にですね、ちょうど感じました。意味だよね。はい、引っ張るときに、私がマウスを押してしまいました。あ、ごめんなさいって言いながら、ね、落ちたよね、やっぱりね。マウスはなんか言ってました。マウスはみたいなクールなんですね。結構じゃあほんまりして、優しい角度だって思いますね。そうなんですね。はい、どうでしょう、チアドラの中では他は他球団の選手、巨人だったら高本選手とか、やっぱね、なんかメッキーとかリコちゃんとか、って言ってましたけど、人気があるみたいですけど、まあ、みんなもちろんね、ドラゴンズが一番ですからね。はい。はい。はい、ありがとうございました。かなてでした。はい、それでは続いて、ゆましゃですね。ペンネーム、フーノーズさんからいただきました。いつも笑顔と元気をありがとう。質問コーナーを設けてくれて嬉しく思います。早速質問です。皆さんが踊っているダンスの中でこの曲が気に入っているとか、この振りを見てほしい、この振りは難しかったというような思い入れや見どころがあれば教えてください。はい、すごくこの質問悩んだんだけど、いっぱいありますので、その中でもやっぱりダンシングマシーンが私一番気に入ってて、ね、いっぱい技とか理科の新体操を覚えてすごい色の技が見込まれてて、見ててもすごい私もお客さんだったら楽しいんじゃないかなってすごい思う曲なので、すごく頑張ると思います。最初はカリさんと私が後ろにブリッジするんですけど、その時いつも顔目合ってますよね。顔ちょっと目合ってるんだなって思いながら見てください。ではステージでそのダンスの使っている曲はどのように選ばれていますかということで、フードーズさんからもう一問いただいてますが、どうでしょうか。そうですね、ちょっと例を挙げると、皆さん知ってる方もいるかもしれないですけど、そのダンシングマシーンはその練習の時にその中で練習した生徒はチームとか富澤さんとか秋元が指名になるんですけど、はい、ダンシングマシーンがヒットしたみたいで、そうです、ストレッチの曲でね流してた時に、石黒さんがこれだと、はい、これだ、これでいこうっていう風になったんですけど、ね、私たちはこの曲でどうや